や。変わって特集です。特別養子縁組をご存知でしょうか。この制度、子供には生みの親、そして育ての親がいますが、育ての親のもとに子供が行ってから半年以上が経ちますと、生みの親との関係がなくなり、育ての親が戸籍上の家族となります。去年7月、この特別養子縁組を斡旋していた団体が突然廃業、大きな波紋を呼びました。今回各所を取材して深刻な問題が浮き彫りとなっています。見てて、これ、うん、あ、似てるな。確かに色は似てる。色はでもこっちじゃない。これだ。3人で暮らす神田さん一家、一昨年特別養子縁組で迎えた彩香ちゃんは家族になって2年10ヶ月になります。実は神田さんは7年前に卵巣がんを患いました。その時、人生の道が閉ざされたと感じたそうです。しかし、妊娠や出産ができなかったとしても子育てがしたいと思い、出会ったのが特別養子縁組でした。その時はもうすごい自分の人生に明かりが見えた感じ。もう本当に手術もしないといけない、これから抗がん剤ももう2回目なんで辛いのも分かってるし、すごい救われた感じ。自分にもそうやって子供と会えて子育てができるっていう道が開けた感じでしたね。幸せな家庭を築き始めた神田さん。ところが1年後、特別養子縁組を斡旋した団体との連絡が途絶えたのです。どうしよう、本当にどうしようっていう気持ち。真実告知がもうそろそろしないといけない年齢なんですけど、どうやってやっていこうっていう。真実告知とは、生みの親の存在と育てることができなかった理由などを伝えること。養子であることを物心ついた頃から子供に教え、長い年月をかけて家族で受け入れていきます。神田さん夫婦が特別養子縁組を依頼したのはベビーライフ。去年7月、突然廃業した一般社団法人です。テレビ大阪は3年前にこの団体を取材していました。ベビーライフは去年までの11年間でおよそ400人の縁組を成立しています。廃業決定後、東京都は生みの親などが書かれた資料の提出を求めましたが、代表と連絡が取れなくなり、明日で1年が経ちます。ベビーライフがあれば、きっとベビーライフと生みのお母さんってつながっていくと思うんですよね。そこで私たちも橋渡ししてもらってつながれてたけど、それが一切なくなったんで、もし会いたいってなった、もし手紙を送りたい、話だけでもしたいってなった時に、どうにもしてあげられへんっていうのはありますね。子どもたちは生みの親の情報から遺伝性の疾患や血縁を知り、近親婚を防ぐことができます。2018年施行の養子縁組斡旋法は、廃業時にすべての生みの記録を自治体か他の企業に引き継ぎ、永年保管するよう義務付けています。こうした国が定めた制度があったにもかかわらず、突然廃業したベビーライフ、一体何が。廃業になる数ヶ月前まで勤めていたスタッフがテレビ大阪の取材に重い口を開いてくれました。すごいびっくりしたし、ショックを受けましたし、さらに業務は引き継ぎをされてないということにすごく不安を覚えました。もしかしたら自分にとって不都合なことが起きて辞めざるを得なかったのかもしれない。元スタッフにも代表が姿を消した理由は分かりません。代表が東京都に提出しなかった生みの親などが書かれた資料の管理は
どうなっていたのでしょうか。管理が不十分ってことは絶対なかったと思います。セキュリティ対策は徹底していたし、それなりに費用も費やしていたと思います。デリケートな問題なので個人情報はかなり厳しく取り扱ってたのは私たちもはっきり思っているところです。子どもを安全に託すためにベビーライフは情報管理を徹底していたようです。さらに同業者よりも高い手数料だったため、アフターフォローに力を入れていました。法律により事業は届出制から都道府県による許可制に変わりました。ベビーライフも東京都に許可を申請しましたが、書類の不備などで審査が長期化し、自ら申請を取り下げ廃業。その際、ベビーライフしか知り得ない生みの親の情報を東京都は何度も求めましたが、代表は応じず行方をくらませました。どんな個人的事情であっても子どもの未来を守らなくちゃいけない立場で、逆に子どもの未来を不安にさせてるっていうのはやってはいけないことだし、結果的に無責任なことをしてるなって思います。可能であれば、出てきてきちんとご自身でつなげる支援をしてもらいたいなって思ってます。生みの親の情報が提出されなかったことで不安にさらされた養父母たち、どうやったら倒れるかな、つーちゃん。今、元スタッフたちが他の同業者を駆け回り、養父母のケアを依頼するなど、解決の糸口を模索しています。そもそも、生みの親が書かれた資料を国に提出しなくとも、法的に罰せられることはありません。弁護士は、特別養子縁組に関わる法の未整備を指摘します。なので、これ引き継ぎをしなければならないけど、それをしなかった場合の罰則というのが、定められていなくて、廃業というのは一般的に想定してやっていなかったというところで、法の不備なんじゃないかと個人的には思ってますね。罰則があるから、絶対にそれで抑止できるか、その記録の引き継ぎが全て保全できるかっていうと、それだけでは足りないですけれども、まずはそこをすぐに改正すべき点なんじゃないかなと思ってます。養子になった子どもたちが生みの親を知りたいと思うきっかけは、思春期や親になった時など数年先。民間団体が廃業しても情報を守るために国が一元管理すべきだと訴えます。民間の団体なので、永続的に活動できるかという、そういう場合じゃないことも実際あるわけで、その時に誰が責任を持って、引き継ぐのか、問題があったことを背景に今後はその情報管理をどうしていくべきかで、やはりその民間団体だけに任せず、情報管理についても国が責任を持って一元化するような制度が必要なんじゃないかと思います。これまでベビーライフで斡旋された子どもたちはおよそ400人。彼らの知る権利が阻まれないために、今制度の改善が求められます。今国内には年間およそ700件の特別養子縁組が成立しています。この制度を求める夫婦がいて、そして新しい家族が生まれています。希望のある制度だからこそ法の整備が急がれます。ここまで特集でした。最後まで見てくれてありがとうケル。もっと見たいという人は画像をクリックして YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースに登録してけろ。オリジナル企画もあるけろよ。よろしくお願いしますけろ。